皆さん、こんにちは。昨今問題となっているジャニーズの性加害問題、ジャニーズの現代表である藤島ジュリー景子氏が今回の騒動について謝罪の動画を出したり、ジャニーズ事務所所属のタレントでキャスターとしても活躍している東山紀之さんや嵐の櫻井翔さんが自身の勤めるニュース番組で今回の件について説明し、お騒がせしてることに謝罪するなど、タレントにも影響を与えています。このように世間の話題の中心となってしまっている今回の騒動ですが、この騒動を鎮火するために嵐の松本潤さんが結婚するのではないかという噂が流れてきています。果たして真相は。そこで今回は松本潤さんが結婚するのかについてご紹介していきます。嵐のメンバーとして活躍し、現在大河ドラマどうする家康にて徳川家康役で主演を務めている松本潤さん、これまで数々のドラマに出演し、そのルックスと確かな演技力でファンを虜にしてきました。そんな松本さんですが、ここに来て結婚説が浮上しています。お相手は2005年のドラマ花より団子で共演して以来、熱愛の噂が長年にわたって週刊誌などで取り沙汰されてきた女優の井上真央さんです。実は以前この二人には2021年以内に結婚説が流れていたりしました。リアルライブの報道によると、井上の主演映画大米騒動が来年1月8日に公開されるが、翌9日には井上の34歳の誕生日。今まで苦労をかけてきた井上の映画の公開を祝福する意味も込めて、井上の誕生日のゴールインがあるのではと言われている。年明け早々、おめでたいビッグニュースが飛び込む可能性がありそうだと報じられており、また2020年12月31日の This is 嵐ライブ2020-1231をもって嵐としての活動を休止しています。活動休止後はジャニーズジュニア美少年のプロデュースに専念すると噂されていましたが、ゆっくりしたいと松本潤さん自身はコメントしました。そのため2人で愛を育む時間にしたり、結婚の準備をするのではと噂になったわけです。ただ結婚報道はされませんでした。しかし井上真央さんは2020年12月15日公開の大米騒動のプレミア試写会で、今我慢していることについて答えたのが、来年は一人旅我慢できんというもの。あえて井上真央さんが一人を強調していたことで、松本潤さんとの破局説が浮上したようです。そんな中、2023年1月5日発売のフライデーが交際疑惑に関して報じました。フライデーが芸能プロ関係者を取材したところ、復縁している可能性もあるのだとか。しかし松本といえば、現在 NHK 大河ドラマどうする家康の撮影真っ最中ですから、その最中に電撃婚を発表することはありえないようですと報じられています。一方で井上真央さんも今期佐藤健や松山健一と共演する連続ドラマ100万回言えばよかった TBS 系で主演を務めています。 TBS といえばこれまでクイズ在和感やぴったんこカンカンなどが俳優たちの番宣番組として重宝されてきました。しかし同番組はすでに終了しているほか、今年恒例だった関口宏の東京フレンドパークの放送もないのです。そのため井上ファンの間では、ドラマ100万回の初回前日に放送されるバラエティ番組桜井有吉座夜会へのゲスト出演が期待されていました。ですがそこにも名前がなかったことで、一部では番宣出演が少なくて残念、松潤つながりで桜井翔くんと共演 NG だったりして、松潤とガチで付き合ってるから真央ちゃんは出られないのではなどと憶測が飛ぶ事態となっています。テレビ誌記者。しかしここに来て2023年以降に結婚説が流れているようです。それが冒頭でお話ししたジャニーズ事務所の問題を沈静化させるためだとも言われております。この2人が結婚となれば、世間は大きな関心を抱くでしょう。そして
祝福する人や逆に受け入れられない人も出てくるでしょうし、報道も一気に白熱することが予想されます。そうなればジャニーズ問題への関心から目をそらさせることができるわけですね。過去にはSMAPの解散報道があった時に報道が一気に加熱し社会現象に発展したことがありました。ちょうど同時期にタレントのベッキーさんとゲスの極み乙女の川谷絵音さんの不倫が発覚。SMAPの解散騒動の中での発覚で巻き込まれたのか、もしくは目をそらさせるためなのか分かりませんが、通常の不倫騒動ではありえないような大々的にベッキーさんを叩くといった報道をなされたこともあります。結局SMAP解散騒動よりも話題になってしまった不倫報道。その後 SMAP はそのまま解散し、徐々に収まりを見せました。今回の松本潤さんの結婚もそういった部分を狙って行われるのではないかと言われています。近年嵐が活動休止してからメンバーの櫻井翔さんと相葉雅紀さんが共に結婚したことを同時発表し、二宮和也さんに次いでの結婚になりました。現在未婚なのは大野聡さんと松本潤さんの2人だけ。年齢的にも結婚自体はありえます。ただ松本潤さんは現在大河ドラマに出演中です。これの何が問題かと言いますと、 NHK は恋愛スキャンダルを嫌っているらしく、大河出演中に結婚はしてはいけないという暗黙のルールがあるそうです。過去には2012年の大河ドラマ平清盛に主演した俳優松山健一が放送前の2011年に小雪さんと結婚、放送前に駆け込み婚したことで松本潤さんも駆け込み婚があるのではと言われてましたが、その線は現在なくなっています。そのため2023年以降に結婚をする可能性が高いのではないかと言われていましたが、状況が状況だけにこの暗黙のルールを破ってまで結婚する可能性も否定できないわけですね。なお松本潤さん本人は結婚願望が強いことで有名で、2016年5月15日に出演した王様のブランチでは、共演者から結婚願望はありますかと質問されると、ありますありますと食い気味に答えています。子供についても2人欲しいと具体的に話をしています。そのためいつしてもおかしくはないでしょう。ですがファンからすれば事務所のごたごたに巻き込まれての結婚は嬉しくはないですよね。もし結婚するのならばきちんとした状態で発表してほしいと思うファンも多いはず。事務所の状況に関係なく自分のタイミングで結婚発表してくれることを祈りましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。